グデルは、おスジを財団が、X、MIT ライセンスにより提供している、ラスター及び、ベクター地理空間情報データフォーマットのための、変換用ライブラリーである。ライブラリーとして、サポートしているすべてのフォーマットのためのラスター及び、ベクター単一抽象データモデルを、呼び出し側アプリケーションに対し提供している。また、データの変換や処理に便利なしたような CUI ユーティリティも用意されている。バージョン1.3にまでは、フランク・バルマードムにより開発され、後に、お筋を財団のグデル、オガー管理委員会に移管された。類似ライブラリーとして、グデルから派生し、ベクターフォーマットを扱うオガーがあったが、グデル2.0リリース以降、グデルに統合された。グデルとオガーは、共に、広範な機能を有し、 商用 GIS コミュニティ内においても広く利用されており、膨大なデータを扱う分野のフリーソフトウェアとして、主要なプロジェクトの一つとみなされている。主要な GIS ソフトウェアの中には、GIS フォーマットファイルの読み取りやデータ出力の際に g d o d e r OGAR ライブラリを利用するものも存在する。現在、g o d e は140以上のラスターフォーマットと、 80以上のベクターフォーマットをサポートしている。ラスターフォーマットとしては、ジョキフ、アードスイマジン、SDTS、S リーグリズ、ECW、マーザド、JPEG2000、D トット、ニフ、ジョパキッチなどが、またベクターフォーマットとしては、ジョパキッチ、S リーシェイフイル、GML、ジョジョソン、オートキャド DWG、マピンフォー、S リーカブリッチス、S リーパーソナルゲオダタバセ、 DGN、ポストギス、オラクルスペーシャルなどがこれに含まれる。ありがとうございます。